正規大道駅は中華人民共和国上海市、歩東新区にある上海軌道交通の駅。2号線、4号線、6号線、9号線の合計4路線乗り入れる。2009年12月31日に9号線の駅が開業した際は中国国内で初めて4路線の地下鉄が接続する駅となった。多くの路線が集まる駅であるが、 各路線同士の乗り換えは短い距離で行えるように設計されている。地下駅。ホームが6号線が南北方向、2.49号線が東西方向に並列に並んでおり、真上から見るとの形をしている。地下1階はコンコース階であり、6号線を境に A 区と B 区に分けられている。6号線のホームは相対式に面に線を有しており、A 区コンコース側が 南方向、ビークコンコース側が北方向の乗り場となる。両ホーム間はさらに地下深くにある2.49号線ホームを経由して移動することができる。2.49号線ホームはすべて島式一面2線を有する。ただし改造が2.9号線が地下2階、4号線が地下3階と異なる。全ホームに案内状の乗り場番号は設定されていない。 駅場にある正規気広場、上海新生気象日差し台1800ともなえ、当駅は正規大道と長陽寺が交差する交差点の真下に位置する、外資系ホテルが密集する地域であり、2010年頃に再開発が行われた。十一、二百十九、五百八十三、五百九十七、六百十、六百三十九。 746、783、785、790、791、870、871、970 87、977、980、987、水道3000、水道8000、水道9線、0 0ほとしそじ、ありがとうございます。